劉子さんは中華人民共和国厚生省だか部下式啓示にある山。最高峰は247.4メートルである。2001年には中国国家地質公園に認定され、2010年には貴州省の赤水、福建省の大安市、湖南省の山、広東省の丹霞山、厚生省の劉子山、石膏省の厚労山とともに、 ユネスコの世界自然遺産に登録された。竜古山には多くの文化遺産が存在し、2000年前に古越族によって山に作られた潜水岩外母群は全国重点分物保護単位に認定された。元の名は雲金山であったが伝説によると、 五冠のカバ頃に琴米ベドを創始した、長美治療がこの地で旧天神丹を作った際に竜と虎が現れたことにちなみ三名が竜子さんとされた。長道領の彦で第四代天使の長生が、三国時代、または、精神の時期に移住し子孫が代々住み続けたことで、この山の名は知られるようになる。小一教の本拠地。道教における、 吉祥地である道天福地の七十二福地の一つで、第三十二、龍子山、新州紀敬県、仙人の長局君として名が挙げられている。長道領の直径の子孫の住むところを天使府と言い、神を祀る場所を植え、菅宮という。これらは近くを流れる路景川上流に、闘争の頃より建築が重ねられた。上菅宮は、第四代天使の長生が建てた伝堂を、 当の解消元年に尚新銭官と改めたものと伝えられる。さらに、北曹の大中幸府八年、第24代天使の超ただの時を金和家の僧により、十、院を混流し、それと同時に、新銭官を上新官と改名。北曹の数年四年に、現在の場所に移築され、清和三年に植木よまさ一の元の大徳八年には、 大神清正一万樹館と改めそして、新の後期26年になって、現在の名前となった。主要な旧館建造物は他に、天使不正一館など49を数え、各旧館は、おのの広大な諸園を有して、竜子山の経済的基盤を成していた。新代では、東西36の動院に、市備、霊王、うつろ製造派の同士が分かれて所属していた。 第38代天使の長与罪はこの山で、宮間府の発行を司取り同士の任命や府を発行することを掌握する権限を持った。を受けた同士は儀礼を主催する資格があると認められたことになる。には十業の年月日、樹、社の住所、樹下、旧館名、神々への生死、神々と管理の名前、渦や、新鮮の図像などが書かれる。このようにして、竜子さんは、 東京信仰の一大中心地となり、民国38年に、第63代天使の長恩広氏が台湾へ、亡命するまでは、聖地として絶対的な権威を有していた。田中文雄、シリーズ東京の世界一宣教往来深海と、聖地春秋社、2012年12月、63ページ。ISBN43 億9331万2716。 ABCDFGHI e F, G, H, I, 田中文雄、シリーズ同郷の世界一選挙往来新会と、聖地春秋社、2012年12月、64から65ページ。ISBN43 億9331万2716。ありがとうございます。